モンスターハーベスト第3回目やっていきましょう。ハーベストってつくとついハーベストムーンって言っちゃいそうになる。ハーベストムーンはいいよね。僕ものシリーズだとね、やっぱ人に聞くと僕はこのシリーズ好き、僕はこれってね、いろいろ意見がね出てくるからね。あとなんだっけかな、 DS で出てたなんとかかんとかってやつ好きです。名前忘れたんでテロップで書いておきますね。今日の目標としてはやはりダンジョンで鉱石で稼ぐでしょうか。あ、スライム、待って待って、えいえい、やった、これで作物に怪しいエネルギーを注入できる。結構いるもんですね。逃げ出しちゃってから、あのイベントが起きてからこうやってどんどんポップするようになったってことかな。お店に売ってるバックパック、これをアップグレードするのもいいけども、1560あるから1500払って道を開通するのはどうだろう。左か右か迷ったら左か、左側、癒しの洞窟。早い、こういうのって大体さ、工事をするぞって言って明日までにやっとくからまた明日なっていう感じのが多いけども、洞窟はどこだ。じらすね。あ、魚マーク、これは釣りができるかも。釣りができたらね、売るものや食材としてね、回復アイテムに使えるかもしれんし、いいね。わあ、瓦礫を撤去してくれたんだ、ありがとう。このボロボロ足目男さ、町にいたじゃん。一瞬瓦礫あるのになんでこっちにいるんだろうと思ったけども、瓦礫を撤去してからこっちにやってきたってことかな。私とヒドラはここに住んでるから町に帰りづらかったんだ。へえ。瓦礫がある状態でも乗り越えて頑張って行き来してたのかな。君って農場やプラニマルの世話がうまいんだってね。私たちはあまりプラニマルに興味がないんだ。ではどんなことに興味を持っているんでしょう。進撃タイム、チチチチ、はい、釣り。それはもちろん釣りさ、エッチなおっぱいのサムネで和コードたちを釣るのさ。この釣り竿をあげるからこっから始めてみるといいと思うよ。まあこれぐらいしか俺はできないんだけどね。やり方は川とかに向かって竿を振るだけで大丈夫。食いついたらインタラクトボタンを連打してリールをなるべく早く巻くんだ。もし釣り動画を気に入ってくれたら、もっといい釣り動画を教えてあげるよ。URL を教えてあげるよ。バイバイ。やったね。やっぱ行動範囲広げるのは、うん、大事だよね。金の釣り竿。釣り竿アップグレードで、よりいい魚が釣れると。バックパックをアップグレードしないと、インベントリが増えないからね。ちょっと手持ちがもうパンパンだから、ダンジョンとか行くときは、ある程度いらないもの、使わないものはしまっといた方がいいね。いまいちやり方が一瞬わかんなかった。ゲージのところが、ゲージが来たら、まずこれでゲージのところで止めて、右クリックで連打で、手に入れる。資材が手に入るときもあるんだね。魚。スライム。謎の草。魚いる？これ欲しかったんだ、ありがとう。やったね。魚いる？こんな素敵なもの、ありがとう。こいつらは魚大好きっ子か。いいね。てへへ、ごめんね、今は遊べないの、仕事があるから。顔怖いんすけど。そうやってごめんねって言ってるけど、心の中ではチッって顔してそう。洞窟あるのかね。まだ行けないだけかな。とりあえずどんどん作るか。うちの池からでも一応釣れるのか。いいね、釣り簡単。こっちの方が稼ぎやすいかな。鉱石はクラフト用に取っておいた方が良さそうかな。ここにいくらで売れるか書いてあったね。3万。ます。ミュタとは1つ100か。いいね。ここら辺も、うん。20、40、40書いてありましたね。やはり入るごとにマップが変わるんだね。で、戦闘したくないね。どんどん鉱石だけをかき集めておきたい。
土壌をアップグレードするために、あれかな、ポケモンはとっとと殺しちゃうっていう手もありなのかな。危ない危ない。でも同系統のやつがいる。あー、後ろを掘られてしまった。しかしレベル1だからこれはいいんじゃないか。いけいけいけ。下のマップにいたやつが同じミュタンコだったね。まずいレベル1同士だからか、結構ギリギリだったね。お、脳みそ菌の種、これを雨の季節に植えれば脳みそ菌を育てることができます。よろずやがこのタイプの種を在庫に置いておくようになりました。お、一度ゲットすればそうやってか。なるほど。つまり雨季、次の季節じゃないとダメだね。今寒気、ドライとか乾燥って書いてあるけど、要は寒気ですね。なのでまだ植えることはできないけども、次の季節のお楽しみ。そんな出待ちしてたの。ちょっと今のは辛いですねごめん、この子も殺してしまうかも。なんか耐えろ。やった、まだ耐えた、素晴らしい。さすがに無理でした。瞬間移動だと、今この中にいたぞあの人おそらくポケモン持ってないと入れてもらえないのか。唯一の1日1回であなたを聞かせすることが、それともダンジョンへの入場が1日1回のみなのかな。なかなかいい稼ぎじゃないか。カードは申し訳ありませんが、プラニマルツにはエントリーを意味しません要はポケモン連れてないと洞窟には入っちゃめえよってことだね。雨の季節どうこうとか言ってたけど、脳みそ菌この乾燥の季節で普通についてるな。植えてみるか、どうせまた買えるしね。間違ってプラニマルを食べてしまわないようにね。食べることができるんですかそれは怖いな。料理の材料とかになったら怖いな。マグロ、ブルーギル、ちゃんとポイントによって釣れる魚は変わってくるんだね。作物の出荷も大事だけども、新しいモンスターも。これすぐに寝ずに、やっぱり夜まで寝るで少しでも体力を回復させて、なんか作業させた方が効率的かな。やっぱお魚で稼いだ方が安全かな。イベント発生だね。いやカーダ、最後の釘を打ち込むのを手伝ってくれないかい。 OK、 釘パンチ壊れちゃう。やった、これでダンジョンの右側だね。うん、活動範囲が広がる。よし、これでいい感じだな。もう2回目だよこの厄介な橋を直すことになったのは。おそらくまた壊れるぞレクリエーションセンター、毎週金曜日にイベントを開催していた。へえ、これは日数経過か、それとも住人の好感度経過、どっちのフラグだろうね。お、これで毎週金曜日に、6日のは逃しちゃったけども、うん。そしてこれ明日なんだろうね。10日、いきなりこっからスタートしちゃったから、早速行ってみるか、レクリエーションセンター。ぐるっと回って、遺跡、いやこれがレクリエーションセンターか。ここで金曜日で、うん、なんかイベント起きるんだね。レベル4、カカシ、つまり作物を狙う外敵がいるってことだね。いずれ他のスライムもまず買わないとかな。作物を最終進化系に素早く育てる緑のスライム、青だと毎日のアイテムを生産する家畜に作物を変異させる。まず家畜を買わないとか。青はスーパー赤、作物をメガ丸という名で知られる非常に強力なプラニマルへメガ進化が上位版になるってことだね。しかし高いな、クラフトとかの方がいいのかな。
ラニマルパレード。なんだいそりゃ。お、やった、新しい子が。ただこれ同じ子いると喧嘩するんじゃなかったっけ、大丈夫かな。土壌をアップグレードしたからレベル2のが生まれてるんだね。なんかいつもと違う、イベントの日だからか。魚がすでに結構集まってきたね。入れない、イベントの日だからいつもと勝手が違うのか。町のみんなはどこにいるんだ。パレードってのはどこで何をすればいいんだ。説明を、説明をくれ。何時にどこに行けばいいとかさ。そういえば1500溜まってるからこっち行けるね。湿地というか森か。お家がある、木のお家だ。魔女でも住んでる。あらかあだ、やっと来てくれたのね。私たちの家具屋、おお、椅子やテーブル、装飾品を売っている。しかしまだお金がな。ベンチあげるや、やった。屋内でも屋外でも好きに設置できる。ああ、それはいいね。外にいろいろ家具を置いてあげたい。ショップ。中に入って買うとかじゃなくてここでなんだ。多いね。というか空張りのせいですごく多くなってる。うん、一つ選んでそっから空張り選択とかでいいんじゃないかな。水の表現結構好きだなね。めちゃめちゃすごいグラフィックってわけじゃないけども、ちゃんとね、川の水の揺らぎと、あと映り込みと、すごい向きに飛んだな。カカシを作っておきますか。大切りで追っ払ってもらおう。これ置いたところで範囲がわからないな。スターデューバレーの時だけかな、ちゃんとさ、どれくらい範囲があるとか出てたような気がするけども、そういうのあったらわかるけども、一個置くだけで全カバーかね。お、そしてこういうところにスッ置ける、いいね。好きなところに家具を置けるのはいいな。この風船のマークだったのか。これスライムだと思ってたけど、ここか。脳みそ菌、お、輝きフルーツの種、やったー。これは買っとこう。これでね、鎧図やこれ以降置いてくれるだろうし。メタンコ、ラットホグ、こういうのがね、ものによってはね、イベントの時しか売ってないってやつでしょ。一回逃すとね、来年のこの日まで待たなくちゃいけないと。スライムはいい商売になる。私はプラニマルを掘り出すことができるんだ。プラニマルを掘ることじゃなくてよかったよ。ウコちゃんの袋じゃなくてよかった。何をするんだろうね。プラニマルパレードへようこそ。町の人はみんなスライムをどうやって使っているか自慢したがっていたので、一緒にこのパレードを企画したんだ。どんなことができるのか、ぜひ見ていってね。ほらースライムを使って今まで何ができたかをうちの店で見ていかないかい？かなりイケてるだろ。何すんのスライムで。プラニマル売ってくれないかな。お、通常の5割増しで売ってやろうか。一体何種存在するのかしら。あのレシピ帳にあるやつ以外にも隠しプラニマルとかいたりするのかな。みんな可愛い。突然変異種とかいたりするのかな。あ、このカニの子可愛いね。お姉さんは出さないの。全種手に入れた、とんでもないな。これはこうやって見せるだけで、もしかして終わりかい。僕もの系の
ものによってはこのイベントステージのところがさ、時間経過がないから、でも水場はあるからひたすら釣りをして時間経過を気にせずに釣りまくるっていう、そんな小技もあったな。この状態でも、お、プレゼント系はいける。一度に返してるから、うん。あげるがやりやすいっすね。誰にあげるのこれ。いやー、この子ね、石あげるだけで好感度上がるから、一番多分ハートゲージ、いい状態になってそう。魚嫌いか、お前は。あー、魚嫌い結構いいな。あー、魚嫌い多いな。ほんと、魚嫌いの方が多いぞ。肉じゃないとダメなのかい？プラニマルのソテーとかで。ほんと多いな。みんな魚嫌い。そしてイベント中はずっとあそこにいるんだね、この日は。つまり今日はお買い物できないってことか？それとも夜に時間帯変えればまたみんな戻ってるのか？夜になったらさすがにもうみんな元に戻ったか。まったくみんなはしゃいちゃって。新しいポケモン出たから、お、フェスティバル中はダンジョン閉鎖。なんだいなんだい、ケチンボ。仕方ない。プラニマルよ、添い寝をしておくれ。